Nicht ein Channel, ei, ei, ei. Nicht ein Channel, ei, ei, ei. Ai, wo, ai, wo. Kanate te yuku. Nicht ein Channel, ei, ei, ei. Nicht ein Channel, ei, ei, ei. Afureru, afureru. Ai, wo, anata e. Red-san, Nishidai desu.ゆかわです。今日はノーリアクションチャレンジに挑戦します。もっと楽しそうにやって。イエーイ。だってなぜか私今日内容知らされてないんですよ。なぜかそういう時もあるよね。いつもほら私持ち込み企画でさ、ゆかわさん内容知らせてよ。知らないものにどんどんいつも幸せに参加させて。今日はちょっといつもの仕返しといいますか、恩返しで企画考えてきました。何、いつの間に大きい声は出ちゃうでしょ、どうしても。今日はそれを我慢する練習をしようっていう回。確かにそういうのは練習したいけど、大きい声出さないし、あと大きいリアクションもしちゃダメ、とかもダメ。声出てないけどリアクションもダメ。もうなるべく平常心、どんな大きい音が来ても、どんなびっくりするぐらいの幼虫とかの昆虫が来ても微動だにしない。なんでそんなウキウキしてんの。それがノーリアクションです。じゃじゃん、メタルシャワー、メタルテープが飛び出すクラッカーです。こんなお祝いに使うときはやろう、これ。だからハッピーじゃん、なんかこれこれバーンってあったら、ちょっと、あ、飛んで、耳の近くとか、こっちに向かってね、バーンって。で、声を出さなきゃ OK？ うん、リアクションしてた。無で。分かった。最初はグッ、じゃんけんぽい。じゃんけん弱っ。で負けてる。ここ私先行にしようか。いいです、頑張ります。ノーリアクション。ねえ、大きい音とかやめてよ、これなんかめっちゃ大きい音とか。うん、きます。うわーとかやめてよ。これもお互いにですからね、今お互いに。ね、収まってるよ。なんで？あ、すごい快感だ。フェアじゃないよ。アウトだよ。答え。思いっきりアウトだよ。そこでいいのね。そこから微動だにしないでよ。いきます。キューって言ってた。我慢しようと思ってしてる、してる。じゃあ画面もこっちにやって、いつ私がやるか見えないようにしよう。いやだ、そんな。え、もう向き合ったってこっちに。耳から遠ざけた。ノーリアクションチャレンジ。そこでいいの、スタートポジション。いいよ。そこから一歩も動かないでよ、うん、声も出さないでよ、うん、意味わかってる。ノーリアクションチャレンジって。バーンバーンバーン。大きさが、テープの伸びが、迫力が、メタルテープが120本。すごい。こんな持ってないって。もうめっちゃ嫌なんだけど。室内でもやる。もうほんまにやばいって、ほんまに嫌やって。ちょっと待って、ね、いや、もったいないって。もうちょっともったいないわ。すごいやつって何なん。5メートルの120本のメタルテープが、飛ぶというすごいやつです。何なんすごいやつって。これバーンってやるだけ、バーンってやるだけ。これを自分のタイミングで。今度はさ、もうお祝いの時に使うべきじゃない。そうです。
だってさ、これからさ、いろんな人、例えば西愛チャンネルが登録者数10万人いったとか言った時にお祝いをみんなでやりたいじゃん。やりたいけど、湯川さんがもうこれを弾くのにいつまでもビビってたらさ、イエーイの瞬間も迎えられないわけでしょ。だからこれ克服してもらわないとやっぱ。ちょっとタリピーな音楽流せばいけるかもしれない。ハートをちょっと強く持っていただいて。めっちゃ怖い。そうしないと、今までもそうですけど、これからやっていくいろんな検証、何饒舌になってる、これからのいろんな検証企画、ゆかわさんがやっぱりそれなりにいろいろこうさ、私と渡り合ってくれないとさ、風のある時は使用しないで、うんこ室内なんで、私と渡り合ってくれるぐらいじゃないと、やっぱいろんな検証企画とかが、駅の方で使わないじゃないです、大丈夫問題ない、問題ないやつなんで大丈夫です。じゃあ罰ゲーム、自分自身ですごいやつと向き合ってください。ちょっと待って、では罰ゲーム、怖い、頑張って。じゃあ私たちは耳塞ぎますんで、私もお願いします。頑張れ、乗り越えるんだ。怖いよ、頑張れ、怖い。私の方がすごいんだよ、言うとくけど、顔の前だから。早く、見てる人はもう今か今かと耳塞いで待ってんだから、早く。ねえ、ほんまにこれ、いやなんで立っちゃうの。一気にバンってね、ほんまに怖い。せーの。優しい西愛チャンネル、今回はまず通用すると思わなかった。今日延期するだけだから、必ずやるんだよ、この時に。すごいやつ、うん、すごいやついる。ではリタイアということで、ギブアップ。これね、念じてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。